がよく見えてあの体勢からさあ再び小林しっかりと両サイドが高い位置ってことはこのパスすごいですよね。見えてもこれ左足ですね。いやそうですよね、これすごい宝ですねこのチームのね。うお、いやオフサイド、ね、これターンしてこの、まあ、小刻みなステップの中ですね、一瞬で見えて、はい、そこを見て、そこに特化してほしいですよね、はい、大島、そして中村健吾、森田が浮かす、大島入る、ダイレクトで中へ、阿部だ、キーパー権田触りました。いや素晴らしかった。セカンドボール奪います大島です。吸い付いちゃいましたよ今。そうでしたね、すごいトラップでした。大島が間合いで運ぶ、間合いで運ぶ、前を向く阿部、もちろん小林を意識している足元入って入れない、大島に落ちた、先ほど綺麗に入りましたね今、小林に入って最後大島、非常に連動した形ですね。市川さん、今はそして中村がここにいる、さあそしてスルスルと上がってきたのが大島亮太、右サイド LC のシュート入る、かわしてかわしてシュート、奈良田月のブロック、大島、あーボールを奪われません。ここ大島ボール奪われません。今日はまあ、運動量ももちろん多いですし、まあ、アシストという得点にも絡みましたけど、家永から斉藤真美ありましたけども、はい、足元つなぎながらも裏の意識がねチームとしてあるんで、こういうところですね。大島から斉藤真美が6時始めたフルに使えば相手は必ず疲れますからね、はい、小林引きつけてシュート正面、うん、長いボールサイドチェンジ、これがつながってカウンターのチャンス、そこをうまく間を通してきました。いやーボール行きます、縦に出ます、そして右へウシーニョ、江坂は流通経済大の先輩後輩です。大島が来た、大島が来た、これは先ほどの大島のドリブルです。やっぱりショートボールを拾ってこのショートパスは巧み、家永入れて、そして中チャンス来た、すごい見事な連携、大島すごいですね、これは素晴らしい連携、ね、大島決めて中勝ち、両チーム合わせて7ゴール、いや見事ですねこれは、まあ、コーナーの足をまず止めてね、はい、そこからまあ外側に展開したときに斜めのボール使って3人目で入ってきて、最後ワンタッチのワンツーですから、人は揃ってはいるんですけども、ドリブルで中に入っていく、エウシーニョ、そしてさあ大島だ、あ斉藤真美、いや決定機大島素晴らしかったですね、誰もがシュートってイメージで、うまく逆に入った大島です、横パスもらって縦入れて小林ですがオフサイド、ショートパスで崩した知念から大島だ、知念フロンターレリードしています。次のシュートはパスだ、ブロックした、大島から前線、まさにあって大島、そして斉藤真美、大島そのまま前線に行く、斉藤はパスを選択、これがパスレスの強さのベースですよね。大島浮き球でパスをした、42分が過ぎました、ボックスの中に入ってシュートした、素晴らしいですね、今の大島のドリブル素晴らしい、タッチこれでまた1点を追加してフロンターレ、まず一気に持ち上がりました武藤、前田、大島上手い、粘ります大島、旅と一緒です、前出しました、いや本当そうですね、あたりを確認してから大島、右のエウシーニョ、いやー中村健吾一発だ、一
ハーフ1対1センターにいるシュートはしまいました。